This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. タイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。12月9日木曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイで初めてオミクロン株の感染が確認されました。首相がラッカバン地区の低所得者向け新住宅プロジェクトの入居権を手渡しました。プライト首相は南部の洪水被害を24時間体制で監視するよう指示しました。政府はタイの再構築計画を進めています。それではまず初めのニュースです。タイで初めてオミクロン株の感染が確認されました。スペインから入国したアメリカ人旅行者が新型コロナウイルスの新たな変異種オミクロンに感染していたことが確認されました。タイで初めてのオミクロン株発見となります。6日保健省はスペインからの旅行者のアメリカ人からタイで初めてオミクロンへの感染が見つかったことを発表しました。この患者は現在ほとんど症状がなく、当局の厳重な監視下に置かれています。疾病管理局のオーパス局長によりますと、このアメリカ人男性はスペインに1年間滞在し現地で働いていました。ジョンソン&ジョンソン社のコロナワクチンを1回接種しており、11月29日タイに入国する前の PCR 検査では陰性でした。隔離の必要のないテスト&ゴーを使い、ドバイ経由で空路で入国し、12月1日の PCR 検査で陽性反応が出ました。12月3日遺伝子検査の結果、この患者が感染していた新型コロナの株が 99.2% の確率で新たな変種オミクロンであることが判明しました。オーパス局長は、今回の感染がオミクロンであることを 100% 確信するためには再度検査が必要だと説明しました。またこのアメリカ人男性はほとんど症状がなく、公衆衛生上の注意事項を正しく守っていました。当局はこの患者に濃厚接触をした人物はいないと説明しています。オーパス局長は、現行のワクチンがオミクロンには効果がないという噂があることについて、ワクチンは依然として有効であり、コロナによる重症な症状や死亡者の数を減らすことができると主張しました。次のニュースです。首相がラッカバン地区の低所得者向け新住宅プロジェクトの入居権を手渡しました。プライト首相は、社会的弱者や低所得者の生活の質を向上させる目的で、バンコクとラッカバン地区に新たに建設された低所得者向けの住宅への入居権を手渡しました。プライト首相は、ラッカバン地区のスックプラチャロムカーオナショナルハウジング協会の住宅開発において、低所得者への入居権の引き渡し式を主催しました。首相はこの式典の中で、住宅問題は非常に重要な問題だが、まだまだ社会的な格差があると指摘しています。政府は社会のすべての層に利益をもたらせたいとして、賃貸住宅プロジェクトを実施したと説明しました。政府は低所得者の生活の質を向上させるために、官民の連携を活用していく方針です。プライト首相は、
住宅以外にも仕事や収入の改善も重要な課題であり、この2つの問題は20年国家戦略の下で取り組まれていると述べました。この日、首相から入居権が手渡されたのは10件で、新しい住宅の鍵が直接渡されました。国家住宅局のスックプラチャ住宅プロジェクトは、格差を是正し、社会的弱者や低所得者に標準的な住宅と適切な生活環境を提供することを目指しています。プライト首相や社会開発人的安全保障省の構想に基づき、2025年までに10万戸の住宅を建設する計画です。現在毎年20万戸の住宅が建設されています。またこれらの住宅プロジェクトでは、職業訓練やコミュニティ製品の開発も合わせて行われています。次のニュースです。プライト首相は南部の洪水被害を24時間体制で監視するよう指示しました。プライト首相は、大雨により南部地域で洪水が発生しており、これを警戒するよう指示し、災害関連の出来事があればいつでも直接報告するよう求めました。タラコン政府報道官は、洪水災害に見舞われた南部地域の村人たちにプライト首相の方針を伝えました。タラコン政府報道官によりますと、プライト首相は、すべての軍部隊に洪水被災者への支援を行うとともに、被害を受けた施設や道路の修理を行うよう命じました。この指示に関わる各機関は、状況が改善するまで一般市民に定期的に最新情報を提供することになっています。田中報道官によりますと、プライト首相は南部の洪水の状況を注視しており、全ての人に迅速な支援を提供するよう関連機関に指示しています。年末まで季節的な大雨や高潮が断続的に発生すると予想されています。リスクのある地域の住民へは、気象情報を常に注意するよう呼びかけました。プラウィット副首相率いる政府関係者のチームが、南部ナコンシータマラート県とチュンポン県の洪水状況を視察する予定です。次のニュースです。政府はタイの再構築計画を進めています。政府はタイの再構築計画を進め、経済投資の活性化を通じて国民所得を増加させるために、主要な課題解決案を承認しました。これらの課題は、12月3日にプライト首相が議長を務める経済状況管理センターの会合で議論されました。具体的には、潜在能力の高い外国人投資家へタイへの投資を促進するための施策や、クラウドサービスやデータセンターの投資支援、テクノロジービジネスやスタートアップ企業、タイでの外国映画制作への投資を促進するための施策となっています。プライト首相は、より多くの投資を呼び込むため、追加のインセンティブを提供するとともに、古くなった規則や規制を改善し、適切なエコシステム管理を加速させる必要があると提案しました。また、未来の産業には安定した電力システムが必要であり、再生可能エネルギーの利用もこの課題に含めなければならないとし、エネルギーインフラのさらなる開発をエネルギー省、内務省、その他の関連機関に指示しました。プラユット首相は、国家戦略に沿ってタイを再構築するという目的を達成するために、官民が緊密に協力する必要性を強調しました。タイの再構築は比較的短期間で達成する必要があるため、首相は関係機関に対し、3ヶ月以内にそのためのスケジュールを設定し、具体的な成果に向けた活動を行うよう指示しました。会合では、輸出の増加、政府による様々なプロジェクトを通じた経済活性化策、コロナパンデミックの拡大を抑制するタイの能力などにより、2021年のタイ経済は 1.2% 成長する可能性があるとの報告が行われました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイで初めてオミクロン株の感染が確認されました。首相がラッカバン地区の低所得者向け新住宅プロジェクトの入居権を手渡しました。
プラユット首相は南部の洪水被害を24時間体制で監視するよう指示しました。政府はタイの再構築計画を進めています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。ความหลังระหว่างเราได้ยินเมื่อไรยังนึกถึงวันเก่านานๆแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจเพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้ว่านาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินและวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้คงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งหอยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจเป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนไปนานの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.